はい、皆さんこんにちは、ワンダリングリフィッシュです。今回お届けしていくゲームは信長の野望創造パープキット PS4 版の、天王山のシナリオ続きをプレイしていきたいと思っています。ここまでの、情勢ですね。第1話で、山崎の戦いで本能寺の変で信長を討った逆賊光秀を滅ぼしました。第2話では静ヶ岳の戦いで織田家宿老柴田勝家を撃破。第3話では家康と小牧長久手の戦いで、戦いを行いました。そして今回はですね、すでに秀吉は関白になって征夷大将軍にもなってますので、総武事令を出して天下統一を成し遂げることは可能なんですが、最後の大きな大名になっている関東の北条、これをですね、ある程度削った段階で、総武事令を出していきたいと思います。というわけで、今回はですね、主に北条攻め、それと北関東に支配権を持っている佐竹、この辺りにも攻撃をしていきたいと思います。早速始めていきましょう。まずはですね、秀吉の直轄地から兵を出していきたいと思うんですが、今、そこにですね、秀吉の本体が6600、あとは一柳で合ってますかね、この2体合計1万の軍勢がいますので、この軍勢を持ってですね、攻め込んでいきたいと思います。標的となるのはどこかというところあるんですけど、まずはですね、北関東に行く前にやっぱり関東の北条を打ち取っておきたいので、江戸城あたりを目標に攻め込んでいきましょうか。一方ですね、徳川が並行して北条の領地に侵攻してますね。ただやっぱり小田原城は堅牢なので落とせていないというところですね。それでは早速信長の本体を動かしていきましょう。川越城、まずは目標に、最終的には江戸城を奪取したいと思います。わしについてこい。で、荒木村重の軍団には並行して岩槻城で、その他の軍団にも並行してですね、兵を出させたいなと思ってるんですが、ちょっと兵の集結が良くなさそうですね。そうするとこれくらいしか軍勢は動かせないのかな、もしかして今は。これくらいしかちょっと動かせそうにないので、まずは少数ですけどこれで攻め入っていきましょう。援軍がね、敵の援軍がどれくらいあるかというところもあるんですけど、出陣します。助立ちいたす。城前までこぎつけたら一気に決戦を仕掛けていきたいと思います。加勢しよう。ご命令ください。報告します。まだ決戦はできないか、一気に決戦に及びたいところなんですけどね。この腕で蒸し上がってみせる。包囲するぞ。お助けいたします。
そしたら川越城の防御が耐久が4000なので、秀吉1体で十分抑えられそうなので、どうしようかな。岩槻城の援軍に兵を出したいところですね。ただちょっとまだ攻撃できるような状態ではないので、もうちょっと様子見にしましょう。でここで援軍が来ましたね。なので城の方位は解かれたくないので、よし、川越城を落としましたね。そしたら秀吉の軍勢6000を岩槻城の攻略に援軍に向かわせます。わしに任せろ。このまま順調に推移していけば、ご命令ください。報告します。北条を討ち取るのも時間の問題ですね。小西行長560は早く戻ってほしいな。包囲するぞ。隠れ。加勢いたします。よし、これで、ああ、今回線を追っ始める絶好の機会だったんですが逃しましたね。そしたら秀吉音帯で他の城もどんどん攻めていっちゃいましょう。包囲が不完全になってるのはなんでだ。5500いないってことか。じゃあなおのこと秀吉を足についてこい。ぶつけるしかないですね。表情を始めます。報告します。そのまま追撃戦に入って江戸城に一旦攻撃を仕掛けてみましょう。岩槻城が落ちるのも時間の問題だと思います。この腕でのし上がってみせる。そしたらちょっと戦線を拡大しすぎてしまう感じもありますけど、一気に江戸城を狙いましょうね。出るぞ。必ずや勝つ。ご命令ください。先月の終始です。小田原城は何としても取りたいところですね。そしたら軍団の方に攻略の指示をどんどんと出していきましょう。勇気、どうかな。勇気の前にやっぱり北条をもうちょっと削っておきたいので、北条攻めにかからせましょう。出陣するぞ。出るとするか。出るぞ。必ずや勝つ。出陣するぞ。出るとするか。
九州にも攻め入りましょう。出陣するぞ。腕が鳴るぜ。出陣する。よし、こんなところでいいでしょう。で、あとは秀吉の直轄からですね、軍勢が出せるところがあれば出していきたいんですが、兵がどれくらい戻ってるかですね。まあそれなりにはいるんですけど、大軍勢っていうほどの兵数はちょっといないので、もうちょっと待ちましょうかと思ったけど、あんまり待っててもな、しょうがないので、八王子城ぐらいだったら攻め落とせるんじゃないかな、もしかして。八王子に兵2万ぐらい出せれば十分攻め落とせるかなと思いますんで、総勢2万ぐらいになるように兵を派遣していきましょう。ここで2万使うと、小田原城攻めの時に直轄からそんなに軍勢が割けなくはなってしまうんで、まあ危惧するとすればそれくらいかなと思います。こんなとこですね。この江戸城を押さえれば、北条を西と東に分けることができるので、ご命令ください。報告します。かなり有利に、ね、戦いを進められるようになると思います。何なりとお申し付けよ。さあ、この江戸城の攻略も時間の問題かな。よし、これで江戸城を落としたので、続いてはこの玉縄城ですね。遊びは終わりだ。敵将捕獲した。我が戦お見せしましょう。加勢いたします。一気に加勢開戦をして、この城の防御を切り取っていきましょう。しかも今夜襲に成功したってなってる、混乱してるって言ってますね。これはかなりでかい。決める。足についてこい。乗じて一気に撃破しましょう。首都新たな世を作るのだ。せっこめ、引け。首都新たな世を作るのだ。足についてこい。回線をちょっと中断して、一旦軍団の再編成をちょっとさせてください。ご命令ください。報告します。先月の収支です。報告します。関東の攻め取った城いくつかあったと思うんですが、ここの指揮権を
新たに指揮するための軍団を一つ作りましょう。これでいいですね。長宗我部を滅ぼしたので、長宗我部の家臣を全部召し抱えます。加勢いたします。これで小田原城攻めの足掛かりが多分できたと思うので。方針を変えて一気に小田原城を攻め落としましょう。八王子城に行くのは小田原城を通るようなルートになってましたね。そうはなってないかなと実は思っていたんですが、八王子を攻めるために小田原城を通るルートになってますので、このまま小田原城を攻めましょう。小田原攻めに変えます。かしこまりました。表情を始めます。報告します。圧倒的な軍事力で追撃しましょう。で、逃しちゃいけないのが小田原城前での決戦ですね。ここで小田原城の防御を一気に落としておかないと厄介なことになりますからね。我が軍略お見せしよう。逃げたければ逃げなさい。敵将捕らえたり。一気に回線を仕掛けて小田原城の防御力を削っていきましょう。進む。前田利家800、大谷義継2000、承知いたしました。で、あと援軍ですね、黒人衆ですね。始めるか。我が策、貴様に見切れるか。我が策で貴様らを殲滅する。そしたらこっちも一気に攻めに耐えられるか。我らの意地使っていきましょう。見せるは今ぞ。我らの攻め耐えてみせよ。かかれ。我に続け。我が策で貴様らを殲滅する。なかなか戦がうまい。任せください。で、リレーを削られてしまいました。が、縄文2000しか削れないが、1万6000から1万4169までですね、削れるのは。ただここでもう一度回線を仕掛けてさらに削れるはずです。1万以下にしたいな。お、今度は敵も軍勢がちょっと多いので、しっかりと攻略していかないと。わしに任せろ。逆にこちらの軍勢が削られてしまうという結果にもなりかねないので、慎重に。かしこまりました。承知いたしました。
かしこまりました。ここで臨戦を仕掛けて、我が魂、我が覚悟、モタニオシティは戦車を仕掛けましょう。この軍略で敵を撃ちます。これでこちらもだいぶ兵を失ってはいるので、お前の星を破壊しないようにちょっと、ね、気を配りながらやっていきましょう。我が覚悟、よし、これでなんとか自利品のみっともない戦いでしたけど、小田原城の前で開戦して勝利したので、1万1000まで削れますね。敵将捕らえたり。これで城兵がほとんどいなくなってしまったので、ここからはもう力攻めにするしかないですね。我らに撃てぬ敵はありません。小田原城を力攻めで表情を攻めましょう。報告します、報告します。ちょっと他の毛利とかあの辺がどうなってるかだけちょっと確認しましょう。まずは九州に攻め入った部隊はちょっと苦戦なしていそうな感じですね。で、一方の中国地方は毛利を圧倒している感じですね。順調に推移してそうです。で、北陸の方はというと、こっちの方もまあ頑張ってくれてはいそうだけど、劇的に何かが変わるっていう感じはなさそう。そしたら余ってる兵をこのまま遊ばせててももったいないので、八王子攻めに承知いたしました。予定通り向かわせます。お任せください。よし、これで小田原城も落としたので、大谷義次兵数5になってる。騎乗する。秀吉本体まだ5000あるんだったら、秀吉本体はこのまま城攻め、北条攻めに残ってもらいましょう。いざ参ろう。表情を始めます、報告します。外交して、どっか我々に付き従ってくれるようなところがあるかっていうと、まあちょっとなさそうだな。宇都宮はただ従属してくれる可能性が高そう。まあこんなとこですかね。加勢いたす。逃げたければ逃げなさい。出陣します。我が戦お見せしましょう。宿立ちしよう。みんな、わしと新たな世を作るのだ。敵将捕らえたり。出陣する。ご命令ください、報告します。北条の息の根を止めるのも時間の問題というところまでもう来ましたね。この腕でのし上がってみせる。お助けいたします。力を合わせ、
戦い抜くのだ。力を合わせ戦い抜くのだ。ご命令ください。報告します。所属拠点を増やしてどんどんと北条攻めを加速していきましょう。どうした、かかってきな。みんな、首都新たな世を作るのだ。敵将捕らえたり。甲の府台城も攻めましょう。足についてこい。我が策、戦場を制す。加勢いたします。表情を始めます。報告します。もう同盟を結ぶとかそういう次元じゃないですよね。関白でかつ征夷大将軍ですからね、秀吉は。敵将捕縛しました。城が取り囲まれました。加勢しよう。この腕で仕上がってみせる。敵将捕らえたり。敵将、ちょっと九州の方が敵に攻められてそうな感じがありましたけど、どういうことだ。はは、攻め取った。この城が取り返されそうだっていうことだな。これは結構ピンチというか、まあまず落とされますね、城が。表情を始めます。報告します。先月の収支です。であればさっさと北条を打って九州も攻めないといけないかな。完全に弓引いてますもんね、こちらに。敵に城を奪われました。この腕で持ち上がってみせる。捕らえたぞ。いや、秀吉はかなり強い、優秀ですね。いざ行く様へ。出陣するぞ。騎乗する。我らに撃てぬ敵はありません。敵将捕らえました。加勢いたします。この腕でのし上がってみせる。加勢しよう。ご命令ください。ここはもう力攻めで一気に城を落とさないと兵糧がなくなってる。乗り込め。助立ちいたす。この腕でのし上がってみせる。そしたら残る北条の城決して多くはないですね。表情を始めます。報告します。この関東軍がうまく機能すれば佐竹はもう任せていいかなと思うんで、あとは九州入りをね、秀吉がすればいいかなというところですね。北条はもう間違いなく滅ぶのは時間の問題です。あなた方はもう終わりですね。敵将捕縛しました。戻るぞ。騎乗する。みんな、わしと新たな世を作るのだ。捕らえたぞ。観念せい。表情を始めます。報告します。
さあ残りの北条の城あと3つです。で軍団の方に進行の指示を出しましょう。久留里城はかなり防御が硬そうですね。久留里城思ったより防御力が硬い。ちょっとそうやすやすとは攻め落とすことができなそうだ。この戦我らの勝ちだ。いざ参ろう。出陣します。助立ちいたす。この腕でのし上がってみせる。北条の伊豆国までこちらに下りましたからね。北条はもはやボロボロですね。表情を始めます。報告します。報告します。この腕でのし上がってみせる。捕らえたぞ。観念せえ。出陣するぞ。ちょっと久留里城を攻めるには数が足りないな。わしに任せろ。出陣するぞ。出陣する。ご命令ください。報告します。先月の収支です。報告します。敵将捕らえたり。助立ちいたしますぞ。助立ちいたす。久留里城を落とすのはちょっと難しいかな。報告します。そしたらいよいよ佐竹を攻めさせておきましょう。腕が鳴るぜ。攻めでもちょっと落とせないかな。ここまで来ると数がちょっと合わないかもしれないですね。出るぞ。表情を始めます。報告します。久留里城まで秀吉が抑えてしまえば残りの北条の城は一つになるので。加勢いたしますぞ。みんな明日と新たな世を作るのだ。お助けいたします。もう本当に安心だと思うんですけどね。いざ参ろう。ご命令ください。報告します。よし、久留里城取った。これは大きいですね。敵城門突破しました。そしたら秀吉は引き上げて九州攻めの準備にかかりましょう。報告します。先月の収支です。
で、あとは人がちょっと多分足りないんじゃないかなと思うんで、武将の多いところから一気に送り込みましょうとなると、やっぱり大阪城なんですよね、武将が多いのが。利家はじめ譜代の武将たちを派遣してしまいましょう。これで北条が滅びるのも時間の問題ですね。出陣するぞ。我らに撃てぬ敵はありません。敵将捕らえたり。出陣するぞ。北条は家康が報告します。打ち取るのかな、その感じだと。最後は徳川家康に美味しいところを持ってかれてしまった感じになりそうですけど、まあそれでもまあ十分な成果を上げましたね。そしたらですね、まあ、この時点でも、総武事例出してクリア可能なんですが、最後九州に攻め入ったところまでを行って、総武事例を出したいと思います。九州をね平らげるとなると攻める時間がかかってしまうと思うので、九州に秀吉が入って一つ城を落としたら総武事例を出したいと思いますので、もうちょっとだけお付き合いいただければと思います。お味方が捕獲されました。どうした、かかってきな。大友の当主を捕らえたのか、これは処断しましょう。どうした、かかってきな。表情を始めます。報告します。そしたら秀吉の出陣に先立って先行部隊として兵を入れていきましょう。龍蔵寺も攻めるし、島津ともね回戦はしておきたいと思いますけど、出陣なんなかったかな。総勢3万ぐらいの軍勢になりそうですね、直轄からだけでも。島津にも威嚇のために攻撃をしておきましょう。秀吉が、九州入りして城を1個落とした時点で総武事例を出して、クリアをしておきたいと思います。現在秀吉は小田原城攻め、北条攻めから本拠地大阪に戻ってますので、本拠地に秀吉が戻り次第出陣させます。大量の武将がまた大阪に入ってきました。
したらこの大阪に入ってきた武将たちを報告します。関東方面に差し向けましょう。関東は今佐竹と大戦中ですからね。逃げたければ逃げなさい。敵将捕らえました。佐竹の出陣する、こう佐竹との戦今本当に佳境だな。初戦で勝利するとそのまま芋づる式的に敵をね撃破ができるっていうことが多いんで、この初戦でね佐竹を打ちのめしてくれるといいんですけどね。敵将捕らえたり、どうした、かかってきた。敵将捕獲した。出陣します。出陣するぞ。我に打てぬ敵なし。表情を始めます。先月の終始です。毛利ももう滅びるな。これはいっそのことこの毛利を復讐させることができればそれはそれでいいんですよね。なので外交ができるかというとできないか。断絶状態で毛利とはちょっと講和できなそうな感じですね。それではまあこのまま攻め滅ぼしましょう。敵将捕獲した。敵将捕獲した。佐竹ももうこの初戦で勝利したことによってだいぶこちらが有利に進むと思いますんで、表情を始めます。報告します。敵将捕らえました。軍勢がもうちょっと増えるまで、1万ぐらいの軍勢になるまではちょっと様子見しましょう。捕獲した。敵将捕獲した。毛利もこれで言えましたね。表情を始めます。報告します。報告します。今は大阪で秀吉軍勢の集結を待ってるところです。北関東はどうなってるかというと佐竹をじりじりと追い詰めつつあるというところですね。一方の上杉攻めは思ったほど順調ではないのかな。この感じだと出陣します。ところですかね。
秀吉の軍勢が1万にまで増えるまでちょっと待ちましょう。1万に増えるのもまあ時間の問題ですからね。おじけづいたか。敵将を捕らえた。ご命令ください。報告します。敵将、捕縛した。大阪城の軍勢状況8900まで来ました。島津攻め悪戦してるんだな。負ける気がしないな。表情を始めます。島津攻め悪戦中か。となると島津の城も攻めてきました。軍勢はかなり余裕がありますからね。承知承知いたしました。承知いたしました。我に打てぬ敵なし。敵将仕留めたり。出陣する。敵将捕縛しました。我が方の城包囲されました。敵将。そしたらいよいよ秀吉が出陣して、どこを攻めるか。龍造寺を攻めるか、島津を攻めるか。秀吉その数9800で出陣します。目的はどこにしようかな。まあやっぱり島津の城っていうことで、鍋城あたりにしますかね。まあ城としてはあまり大きくないんですが、島津攻めをする上で重要な拠点になりそうなので、この鍋城としたら総無事で出しますので、もうちょっとお付き合いください。ご命令ください。報告します。報告します。出陣するぞ。お任せを。完全に余裕があると結構無理な攻め方もできちゃいますね。承知いたしました。逃げたければ逃げなさい。出陣するぞ。加勢いたしますぞ。表情を始めます。報告します。報告します。戻るとするか。
敵将仕留めたり敵将もう関東の方はほっといても佐竹を食い潰してくれそうですね。敵将捕獲したぞ。敵将捕獲した敵将捕らえたり。さあ秀吉の本体どこまで来てるか。表情を始めます。報告します。四国を今九州に向けて進軍中。島津攻めも順調に進んでますね。かしこまりました。鍋城を取るにあたっては他の城もある程度削っておかないと。秀吉本体が来ても囲まれる可能性がありますね。承知いたしました。出るとするか。逃げたければ逃げなさい。敵将捕らえました。力を合わせ戦い抜くのだ。戦場へとかける。ご命令ください。秀吉都会作戦を実行中かな。どこまで来てるか。秀吉もうすぐ九州に入ってきます。力を合わせ戦い抜くのだ。遊びは終わりだ。助立ちいたす。我が道を開けよ。敵将捕獲した。逃げたければ逃げなさい。敵将そしたら佐竹を我らの力滅ぼしてくれたようなので。敵将捕獲した。次の目的はアシナですね。我が戦お見せしましょう。いざ戦へ。出陣するぞ。出陣します。あれ上杉も滅ぼしたかな。影勝がこちらに入ってきてるということは。助立ちいたしますぞ。ご命令ください。報告します。さあ秀吉今九州に上陸するところですね。助立ちいたす。乗り込め。加勢しよう。さあ秀吉本体やってきました。加勢いたす。そしたらまず苦戦してるですね。ご命令ください。報告します。部隊の支援に向かいましょう。助立ちいたしますぞ。敵将捕らえた。お、そうこうしてるうちに城を落としてくれてるんで。それではいよいよ秀吉最後の総仕上げ鍋城攻め、これを行って、総武事例を出していきます。敵将捕獲した。我らの力侮るなよ。敵将捕獲した。我が戦お見せしましょう。ああ、秀長が死にますか。
この秀長はですね、秀吉をよく補佐したというふうに、言われています。この秀長が死んでしまったことによって、豊臣政権がね、少し弱体化したと。2代3代続いていくような盤石の体制にできなかったのは、この秀長がね、死んでしまったがゆえと。逆に秀長が生きていれば、もうちょっとね、強い豊臣政権ができたんじゃないかというふうに言われている。それくらい、優秀な武将ですね。ご命令ください。報告します。先月の収支です。報告します。我らに撃てぬ敵はありません。さあ、これで秀吉が一気に攻めを、貴様らの地獄よ敵将、捕獲した。加勢いたします。秀吉本体が入ってきたことによって一気に城が降参してきましたね。というわけで、これをもって総武事令を出していきたいと思います。敵将、捕獲した。表情を始めます。先月の、これが最後の状態ですね。近畿一円を完全に支配、四国も支配、中国地方からは毛利を一層滅ぼしてますね。そして九州に入って龍蔵寺、大友、島津と、この三つの国大名と同時に戦闘しつつ、なお九州を蹂躙中。関東では北条を攻め滅ぼして、上杉も滅ぼしてます。さらに北関東の佐竹を滅ぼして、東北地方にも城を持とうかという勢いというところで、総武事令をね、出していきたいと思います。政策を取り行います。皆に伝えましょう。それで表情を終了します。東道高虎が副将的な扱いになってるんだな。まずは信長が死んだ後、明智を山崎の戦いで撃滅、その後柴田勝家も滅ぼしましたね。で、その後は徳川家康と小牧長久手の戦いをしつつ、他のね、豊臣仇那須大名と次々に激戦を繰り広げていきながら領土を拡大していったというところですね。上杉、毛利と、さらには佐竹まで短時間で滅ぼしました。はい、というわけで、今回は天王山のシナリオを秀吉で、プレイするというところを、ご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。また次回もお楽しみに。